はい、今回はですね、つわのぶどうを食べてみましたこの箱の中にですねふたふたぶどうが入っているんですけれどもこのようにですね、左側にピオーネで右側にですねシャインマスカットこのような感じで入っていますはいそしたらですねこちらの方がですねシャインマスカットになりますで見てわかるようにですね粒がこのようにすごくですね大ぶりの粒でで表面もですねこう、 張りがあってプリッとしていてですね、食べた時にパリッとした食感ですごく美味しそうですこちらはですねピエオーネになりますピエオーネの方もですね、身がこのようにすごくしっかりと大きくてとても美味しそうな見た目ですただ開封するまでにですねちょっと何日か置いてしまったのでピエオーネの方はですね少しポロポロっともう落ちるような感じになっていますはいシャインマスカットの方ですね袋から取り出してみましたこのような感じでしっかりとですね、身が詰まっていてすごく美味しそうです 川にですねしっかりと張りがあるのがわかると思いますはいピオーネの方もですね袋から取り出してみたんですけども取り出すとですねちょっとやっぱりあの少し根元の方弱ってる部分ですねポロポロっといくつかブドウ落ちてきてしまっていますシャインマスカットを食べてみましたので音の方ですねちょっと確認してみてください ピオネの方も実際に食べてみようと思います。今回はですね、あえて皮まで食べて、ちょっと音をですね、確認してもらおうかなと思います。